よし、早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ。暗黒魔界の王の力を教えてやろう。私を舐めたことを後悔させてやろう。行くぞ。それにしても勝てない相手じゃない。情けないやつだ。ガキの頃の方が強かったぐらいだぜ。あいつ本当にサボってやがったな。チッ、イライラさせやがる。ん？ゴハンが激闘を繰り広げている頃、ビーデルは天下一武道会会場へと引き返している途中であった。こんなところに？うん、トランクス君がみんなを追いかけようって。パパたち、なんか面白そうなことをしてるんでしょ？ずるいじゃん。あのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて。仕方ないわね。事情を説明するわ。というわけなのよ。それでみんなそこへ。うん、魔導士、魔人。すげえ。聞いたか、横手。面白そう。なえ、あっちだよね。ちょっとあんたたち、まさか行く気じゃ。急げ、早くしないとパパたちが敵をやっつけちまう。やだやだ、見たい見たい、マジブってやつ見たい。ゴー、やっー。嘘。その頃、ゴハンとダーブラとの激闘は未だ決着がついていなかった。くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞベジータ、やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて、貴様と早くケリをつけたいんだ。そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビリー様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ、魔人ブーが。
逃げる違うな。このダーブラが戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったのだ。なんだって？どういうことなの、ダーブラ。やつらの中の一匹にとても強い邪神を持った者がいたのです。あれほどの邪神があれば十分こちら側に引き込めますぞ。そうか、同士打ちをさせればエネルギーはたっぷりいただき、そして魔人ブーはついに復活。なんだってあいつ。よくわかりませんが、自分が戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったって。見つかった、見つかった。ジュンはどういうことだ。使わせてもらうぞ、貴様を。やはりそうか。ベジータさん、悪い心をバビディに利用されようとしているのです。無心になりなさい、何も考えてはいけません。うるせえ、ガタガタ抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよう。ベジータさん、あんな奴に操られないで。いいところで戦わせてやろうか。